これどうすりゃいいんだ。逆転させられるのかな。慣れないね。あ、どうもどうも、こんばんは。今ね、YouTube もね、配信してるんですよ。YouTube がね、どう見えてんだろうな。YouTube の配信を確認したい。これか。ハウルから。ほい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 。あ、どうもどうも、こんばんは、こんばんは。今ね、YouTube の配信もね、やろうとしてて、ちょっとね、ごちゃごちゃしてます。これを共有にして、はい、ということで、どうもどうもこんばんは。YouTube、あ、ちゃんと見れてます？知らんけど、知らんのかい？見てよ。まあまあ、インスタ見てる人は別に YouTube、見なくても、同じものが映ってると思うんですけど、なんかね、ちょっと YouTube のアカウントから、もう一回っていうか、ちゃんと配信ができるかっていうのもね、で、あ、今日、そうそう、ネバーダイ PP っていうね、何を配信したいかというと、僕くっちゃくちゃになっちゃったんですけど、このネバーダイ PP という、梅さんがね、梅さんとブリッジシップハウスさんっていう、2大アーティスト、2大クリエイター反転してる？それどうすりゃいいんだろう。反転してる。ネバーダイ PP。ちょっと遅いね、YouTube やっぱり、配信が。ミラーリングされてんのかな？いや、俺の方で見ると普通に見えてるけどな。セーターありがとうございます。ネバーダイ PP、死なないプラントっていう。前にね、買ったのはこれなんですけど、この鉢植えと、可愛くないんかい。鉢植えと、PP で、その PP じゃない。こけしの壁掛けが見える。はいはい。YouTube、画面も見えてる？画面は見えてない？これ、ポット。こっちが、その梅さん、M が作って、これ、ホワイトボードじゃない、黒板になってるので、こう、チョークで書けるんですけど、で、これがポットで、こっちプラントがあって、これ磁石でくっつくようになってます。感じ。ありがとうございます。これね、付け替えられます。だから、まあ、同じサイズでこう、外して付けるってことができる。まあ、枯れない植物、死なない植物っていうことで、まあ、ネバーダイっていうことで。上をブリッジシップハウスさんが作っていて、プラントの方ね。で、下の方を梅さんが作ってる。まあ、M っていうブランドがもうすでにあるんですけど、まあ、M の場合はまあこれだけ。まあ、今回は鉢になってるんで、それはセットになって。なので、まあ、植物的な置物なんだけど、まあ、枯れませんよということで。で、まあ、梅さん自体は、こういう一輪挿しだったりとか、
よね。ちょっと鳥っぽいものとかを売ってたりします。 VGC パワーさんはグッズとかね、T シャツとかいろいろ売ってるんですけど、ディランさんスーパー行くから抜けそうです。あ、どうもどうも。で、YouTube の方では今画面で説明ができるようにしてて、これがネバーダイ PP の、ホームページですね、ウェブなんですけど、こういうふうに見えてた。これどうし、うまいことね、ちょっとねまだコツが分かんなくて、 YouTube の配信のコツがよくわからない。はい、でこれは今日からだったんですね。で今日からで、予約制で、コロナのねあれで行ってきまして、でいろいろとね、可愛いんすよ。なんかね、この組み合わせも自由なんで、なんで、置いてある組み合わせと違う組み合わせを自分でこう動かし、自分でね動かしてもらって、作れるというで、それを買ってきたの、それの開封をやりますということ で、ちなみに購入者にはこのメッシュカバンはついてきます。まあ別売りでも売ってるんですけど、このメッシュのカバンがついてます。で前回はここはねブルーだったんですけど、今回はパープルも、ラインナップされてます。まあ、別売りでも売ってますこれね。銭湯とか行くときに便利な感じのジムとかジム内を移動したりするときに便利なやつですね。はい。で、サイズが SML とあって、で S のサイズのもの同士だったらばこう変えたりできるよと、 M 同士だったら M 同士で変えられるっていうものです。ネバーダイ PP。 でこれはまあ結構1年に1回展示をやってるぐらいのペースなので、今しか買えない。で前回はもうほとんど売り切れちゃって、会期中にね、すごい人気のプロダクトですね。じゃあ開封しましょうか、早速ね。はい、こんな感じ。で今回僕はS にしました。S サイズ、書いてありますね。M が木材から作り出すポットと、ブリッジシップハウスの絵を立体化したプラントによるコラボレーションアートのボタニカルショップ、ネバーダイ PP。ですね。新種の死なない鉢植えたちを入荷して7日間限定で表参道にオープンということで、7日間限定ということですね。はい。で、今回は23日と29日に入れ替えが回るということで、なのでガラッとねそのラインナップが変わるということで、それもなんか結構注目でしたけどね。僕はまあ初日に行ってきました。はい。いやね、L とかやっぱね存在感すごくて、すげえ欲しいんだけど、まあ、結構ね作品なので割としっかりとした価格なのでということで、あ、サイズちゃんと出てますね。 S が5センチの10センチ、ん？あ、10センチ、高さが10センチぐらいってことですね。高さが10センチぐらいで、 M が20センチぐらい、ああそうね、うん、ここの磁石のサイズ、磁石じゃない、ここの直径が合わせてるのかな。8センチ、5センチ、12センチ、これでね M だったかな、前のね。はい、ということで、で僕は僕が買ったのはこんな風に梱包してくれて、あと買うとね、ポストカードにサインをしてくれます。こんな感じ、サインしてくれます。でもね、かわいい。そうか、YouTube の方もチャットできるのかな。まだ誰もチャットをしてない。YouTube でやるとね、なんかね、画面と一緒にこう見せることができるので、なんかね、これはこれでやりやすいかもしれない。はい。じゃあ、ポットの方から。今回はですね、すっげえめちゃくちゃシンプルな
こういうポットにしました。目がかわいいポット。これ YouTube の方のさ、これ画面を逆転できないのかな。あ、できねえわ。大きさを自分で変えなきゃいけないのか。こうすればいいのかな。なかなかね難しいです YouTube。 でも面白い。はい、これです。ポットで、プラントの方がじゃーん、こういうのにしました。枝です。枝のようなYouTube の方がラグが短いの。何のコメントの。はい、でこれとこれをこうドッキング、これ磁石でね、クイッと。ちょっとずれるな、磁石のポイントが。はい、かわいい、かわいい、かわいいよ。ほら、M、リュウさん、いけないですか。ちょっと置いてみましょう。おー、いいですね。 M オタクみたいになってますけど、こんな感じ。汚い、ちょっと汚いの見せると怒られるか。コニさんもかわいい。かわいい、どうも。どういうことやねん。名前、名前、枝やからな、これな。だえ、だえちゃん、紫のね、だえ。でもね、まあ変えられるからね、こう。これはちょっと無理があるけど、あ、いけるな。無理やり、無理やり、めちゃくちゃ超モヒカン、超モヒカンいけるよ。新潟にいるの、なるほど、超モヒカンです。いけた、いけた、あ、いける、いける。ポットに、ポットに枝。 YouTube の方にも枝。なんかね、この枝が、まあ、いわゆるすごい植物っぽさがあって、あとはブリッジシップハウスさんの絵柄にも結構出てくる。で今回あのここにサインを僕はいただきました。ご本人がいらっしゃったので、ここにサインが入ってます。この模様っぽくね、サインを書いていただいて、すごくおしゃれ。いいですね、この組み合わせ。楽しいですね、これね、遊べるの。で、今回ね、前回よりも磁石が強いです。プラント側に、両方ついてる。両方ついてると思う。こっちに、どっちかは鉄なのかな。どっちかは鉄なのかもしれない。どっちが磁石でどっちが鉄なのかわかんないけど、両方についてるような気もするし。ちょっとこれ位置がずれてるな。ここに、真ん中に来ない。まあいいか。はい、そんな。
そんな感じです。YouTube も結構できるな。あ、YouTube はそうか。コメントが上に来るんだ。こっちは、インスタの方はコメントは下に来るから。そこら辺がちょっと微妙に違うんだね。ネバーダイ PP は、ワイプがね、いけるからね。テレビっぽくなる。こうやって。なんか、順番もこうやって変えられるね。いいっすね。今回はオンラインもやってて、オンライン、リモートでね、っていうのもやってたり、まあ、チケットでその時間の枠を予約して、そのチケット自体は無料なんで、で、リモートで通話しながらっていうこともできます。そうそう、スワップができるんですね。プラント担当、ポット担当。でもね、本当にね、どの組み合わせもめっちゃ可愛いんですよ。もうどうなっても可愛いの。だから、めちゃくちゃね、迷う。ヨータも自慢しなよ。ポット、プラン PP。だから、もうめちゃくちゃ迷いました。でも結果ね、まあ、どれになっても本当に可愛いので、めちゃくちゃおすすめです。というわけで、開封の配信でした。今回はこれにしました。この YouTube のじゃない、インスタのこのストーリーを流せりゃいいんだけどな。そういうのもちょっとできないからちょっと試してみよう。いろいろ調べてみます。ではでは、どうもお付き合いいただきありがとうございました。皆さんも会計1月31日までやっておりますので、ぜひネバーダイ PP ご利用ください。ではでは、銀だこいいね。銀だこ配信してよ。